くニュース。パンで抜けん。パンは痛そうだ。水飴って書いてある。おいしい。パンは抜けるみたいな。舐めれ舐めれ。お子様やご高齢の方はって書いてある。あ、ここにも書いてある。チャンネル、はい、いつもご覧いただきありがとうございます。せいチャンネルのえみとまゆです。今日はトワマートで購入してきたものを紹介したいと思います。はい、第4弾です。はい、じゃあまずは最初は1点目はこれ、じゃーん、ハローキティのかわいいヌードルです。もう名前がかわいいって書いてある。これはいくら？74円。1個74円。これね、2つ味があるやろ。で、このかわいいヌードル、普通のカップヌードル、豚骨味、そっちは醤油味です。はい、じゃあ次74円ね。これは多分エミの子供が食べます。じゃあ次こちら、ポケットモンスターのベビースタラーメン、お野菜コンソメ味。お値段は35円。35円です。かわいい。ベビースタラーメンやね、普通の。うん、ベビースタ。でもこの絵柄を初めて見た。ポケモンのベビースタラーメン。あ、絵柄違う。え、ほんとだ、そっちピーじゃん。そしてピチュー。はい、はい、これも子供の、でこれも子供のおやつで、はい、これ3点目はこのおもちっちとね、牛とうまミルク味、なんとも言えない幸せな噛み心地、もちもちの不思議なキャンディ。これ58円。58円です。面白い、後で食べてみます。初めて見た。ここになんかあれもついたね。チャックが、ジッパーが、ジッパーが。次行きます。はい、次、はい、でるん、これまんまる、丸のまんま、違った、丸のまんま、スイカののど飴。98円。これは98円。98円です。スイカ、これもで後でちょっと食べてみます。うん、で次、じゃーん、こうセノビー、モリラガココアのセノビーってやつ、なんだこれ。110円。美味しいココアだって。甘いも買えばよかった。110円。なんかいろいろ入ったやろ、ビタミン、カルシウム、うん、子供に良さそうな1杯で1日分のカルシウム。子供だけじゃないって、大人でもいいかもしれんね。子供に、大人も嬉しい。あ、そうなんだ、ならいいやん。今度買ってきてください。110円です。はい、はい、次お菓子、じゃじん、これは呪術廻戦のゴリゴリチョコレートフレーク。お値段はこれ1個50円。1個50円です。劇場版呪術廻戦ゼロ公開記念のなんかコラボお菓子みたいな、森永のやつね。これもここにジッパーついてて、ちょっと保存できます。ゆっくり食べられるパウチ袋で便利と、なんかチップス型のチョコフレークらしいです。はい、次、次が、はい、最近やってるみちょ。これはみちょっていう ビネガーゼリーってやつ、最近 CM もよくやってる。50円。1個50円だったんで3個買いました。1個眉もらいます。食物繊維入り、1つ52キロカロリー。はい、味がどんなんか分かんないんで、ちょっと確かめてみたいと思います。桃味、桃スカンだよね。エミは桃が苦手みたいなんで、どんなもんか。唯一果物で桃だけは。まあいいや。はい、じゃあ次、はい、次はこれでん、普通のチョコチップクッキー3パック入り、80円。ブルボンのチョコチップクッキー、ブルボン3パック入りとか。ブルボンは間違いないだろう。見てもらう、開けんでも、ここほら梱包あれ、あー、ここ80円です。はい、次これ韓国味付け海苔、もうここにドーンって書いてある。3個入りで74円。74円です。これはなんだ、おかずにするのか。あー、普通にご飯と一緒に、ご飯の時におにぎりにして、おにぎりにして食べるそうです。はい、ジュース。はい、次ジュース。それでいい。これはね、確かね、リピ品やね。リピートしているやつ。いくら？これ70円。1本70円です。お、2個。はい、2本。夏になってね、飲んどるけど。で、このほうじ茶ラテをここで買いました。78円。78円です。で、眉は5紙に買ってもらいました。最後に、このデデン。カラーマスク。3D マスク。立体 3D マスク、いくら？30枚入りベージュで150円。150円。30枚入ってて、この白と黒、白と黒がいつもあったけど、このベージュは初めて見て、ラス1だったんでエミ買いました。なんかこう 3D になってケバケバしないね。ケバケバしないし、口がつかなくて便利っていうマスク、いいマスクが150円で、だいたい1000円ちょっと、1200円全部で
1200円ぐらいしました、うん、で買えました。大成功。今日は第4弾終わり。では今回の感想よ、今回はね、まずこのほうじ茶ラテが美味しいから78円で買えたのはとってもお買い得。普通だったら100 120円とかするね。うん、ただこれね、これが150円中。そう、この便利なマスクが150円で買えたっていうのはすごくいいし、あとみちょどこいた？みちょをね、試してみようと思うのと、あと眉的にはこのココアもいいなって思ったし、あとあれ、おもちっち、これおもちっちをね、今から食べてみたい。はい、ちなみにIKEA のIKEA そっくりのバスケットまだ売ってました。で、欲しい人はぜひ東和マート行ってみてください。チャンネル、まあ、もちもちをまず食べてみたいと思います。何でしょう、何でしょう、もちもちをやないで、何でもいい、美味しそうだね。美味しそうだろ。ちょっと硬いけどムチムチした感じ。食べてみます。勝手に食べてみます、うん、お、美味しい、うん、もちもちしとるちょっとやばい。食べる？甘くて牛乳を固めてモッツァレラチーズを近く届かみたいな。え、ミルク、あ、ミルクのやつ。歯抜けん、抜けん、歯は抜かそうだ水飴って書いてある。おいしい。歯は抜けるとしてな、抜けるの、舐めれ舐めれ。お子様やご高齢の方はって書いてあるここにも書いてある。歯科治療剤が取れる場合あります。優しく噛みなさい。めっちゃ注意事項がすごい見て、後ろめちゃめちゃ注意事項書いてましたちょっとキャラメルみたいな、キャラメルじゃあ次このみちょ飲んでみようと思います。ビネガー味なんかそれもエビのカーディザッて言うよ硬い硬い、飲むのを持ってお分けください。 YouTube 楽しみたい。硬い、指がすいてる。舐めるじゃんもう指がもう左です、すいてる、すいてる、あははよじゃん、ありがとう、下がったよ。じゃ飲んでみます。姿立つ姿立って咳込むジョンアキさ、あれなんだ、冷やした方が飲みやすいんじゃない。食べ応えのあるプルプル食感、うん、汁だけ吸うとスリー、スリースリー、クマ食べるとこう何こわってうん、なんかね、もうちょっと食レポしたい。酢にしてはまずくないね。ちゃんとこう飲める、美味しい感じの酢。飲む味する？うん、食べてみるちょっと気づいたら噛み応えがある。自分だけここで顔で食べ応えがある、うん、ちょっとでもなんか苦いような健康食品みたいな感じやね。蓋しようか、うん、味としてはほうじ茶ラテの方が圧倒的に美味しいでもこれもまあ悪くない。さっぱりさっぱりっちがこってりして冷やしたら美味しいかも、うん、冷やしたらねゼリーみたいで美味しいかもじゃあ今回の紹介はこの辺で終わります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう無言話しないでニュー